聖霊の皆によって、アーメン。主イエスクリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日のミサの一歩が、一人私の宗教の先生、カタキスタンの息子、サブの教会に行われたガディオのさん。ミサンとある意味、本当、アーマクオパガディオの取り巻きを見る。皆さん、神聖な祭りを祝う前に私たちの犯した罪を求めますよ。打ち砕かれた心を癒すために使わされた主よ、憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみたまえ。父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますよ。アーメン。祈りますよ。すべてを一つに集めてくださる父よ。信じる人々があなたにふさわしい礼拝を捧げることができるのは、あなたの恵みによるものです。今ここに集まっている私たちが、約束された国に向かって共に歩むことができますように。聖霊の交わりの中にあなたと共に悠々に生き支配しておられる御子私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。ヘブライ人への手紙。神は私たちが語っている来たるべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか、あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、
この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちは未だに全てのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ、天使たちよりもわずかの間、低いものとされたイエスが死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによって全ての人のために死んでくださったのです。というのは、多くの子らを栄光へと導くために彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完成なものとされたのは万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も聖なるものとされる人たちもすべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、教会の中であなたを賛美しますと言われました。神の言葉。始められた。人々はその教えに非常に驚いた。
立法学者のようにではなく、権威あるものとして奉仕になったからである。その時、この街道に聞かれた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナサレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行け。とお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラや地方の隅々にまで広まった。クリストに賛美。イエス様とその悪魔悪霊の関係はよくこの福音書を語られたんです。今回はこのイエス様と汚れた霊との やり取りはこのイエス様のアイデンティティはこの悪霊はよくしています。一般の人、パリサイ人の人々はわからないけれども、この悪霊は作られたもの、神様も作られたものだから、このよくしています。あなたは聖者だ。だからこの聖なる神様の神の子というイエス様のアイデンティティは、悪霊は恐れがあって、このイエス様の叱られたこともよくこの悪霊は負けたわけです。今度来月の四十節で私たち前年あって、このイエス様もあれのみ42時間で、この悪霊の関係もあって、いつもその誘惑に対してイエス様が勝ったということは、私たちの見事の例です。私たち日常生活、悪霊や悪魔直接感じる見ること時々ありましたけれども、それ見えない社会、見えない霊的なことは一般の人は私含めてあまり関係ない、感じてない。ただ私たちの日本の物語とか、インドネシアの物語とか、だけの名前、種類いろいろあります。この子供を教えるのは、あそこに行かないで、そのお化けがある、この子供たちは怖いから行かない。その怖いということは、私たち実は信仰を持って神様を恐れ、神様に従うということは一番大切ではないでしょうか。この宗教を持っているけれども、その子供たちに教えるのはそのお化けのことです。日本の文化もそれはあります。その豆まきの時は、ここはうち、その外はその悪いものです。だからこれ、私たちこの文化によって、その神様の恵み、また悪魔にいつも戦いがあります。今日も私たちの祈りは、その悪魔は見えないけれども、自分自身の心の中に、人生は時々神秘的なものけれども、自分の自由意志もあって時々戦えるところもあります。そこで私たちのその信仰においてイエス様の力をもらうように、その識別の時はとても大切ではないでしょうか。今日のミサでその恵み、その
cinco, sono cinco ni oite watashi tachi mo jibun zishin no yuwai tokoro, warui tokoro mo mate nai yoni kono misa de issho ni negai tai to omimasu. あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備える葡萄酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。全能の神よ、あなたは遺跡を通して恵みをお与えになります。ここに集う私たちが心を込めて感謝の祭儀を行うことができますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、心を込めて神を仰ぎ、聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは人を愛によって作り、正義に背いて罰せられた民を憐れみにより主キリストを通してあがなってくださいました。神の栄光をたたえ、家の敬うすべての天使は共に喜び祝い、私たちもこれに合わせて慎んでたたえます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主よ、主の栄光は天地に満つ、天の糸高きところに御さんな、褒むべきかな、主の名によりてきたるもの、天の糸高きところに御さんな。まことに尊くすべての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの備え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで樹奈に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、こうやって弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、かつを称えよ、主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と勝つの記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、
私たちの好きをトマサクイナスマイダマニュとパロサカエトシヒル、すべての清潔者をはじめ、全教会を愛の完成に導いてください。この世からあなたのもとにお召しになった、アガディオの心に留めてください。洗礼によって、キリストの死に結ばれたものが、その復活にも結ばれることができますように。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟と全ての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、聖ヨセフとしと、全ての時代の聖人と共に、永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中に、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は悠々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が成功されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を帰りに、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんのことも、互いに平和の挨拶を交わしますよ。主の平和。神の子羊、世の罪を除きたまう主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたまう主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたまう主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子、キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きます。
祈りますよ。全能の神よ、命の糧に強められて祈ります。主の過ぎ越しを記念するたびに、救いの噂が私たちの中に力強く実現していきますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。マリア様の取り付けによってガディオの様のために祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の地で祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎える時もお祈りください。アーメン。カタラクナマリア、カムクラオトアマゴタパンガティアノダリクリカポリクラノトワンダリスモ。サラマリア、ムナマトワンサルタム、カムジランコリアンタラワニタダンカムジランコワトウムイエスス。サンタマリア、ブンダアラハドアカラカミアブルグサインスカランダノトカミナピアン。皆さんにトリトリ、ユキリサムイン、カテゴロミサンキュパレンテ、アリガトウサンス。テマカシスマニア、スダムトテイミサン。主は皆さんと共に。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭儀終わります。行きますよ。主の今のうちに神に感謝。